皆さんこんにちは。今日は日本人が誘いを断るときの断り方を2つ紹介します。では始めます。安藤さん、はい、明日の夜時間ありますか？明日、はい、あります。うどん食べに行きませんか？うどん、いいですね。あ、行きたいです。何時ですか？6時ごろどうですか？6時ごろ、あ、明日8時まで仕事です。あ、そうですか。はい、行きたかったです。あ、残念ですね。また今度誘ってください。はい、また一緒に行きましょう。おすりはさん、はい、今晩空いてませんか？はい、空いてます。今晩みんなで飲みに行くんですけど、はい、一緒にどうですか？あ、すいません、ちょっと仕事があるんで。あ、そうですか。でもいいじゃないですか、行きましょうよ。あ、すいません、ちょっと。そうですか、じゃあまた今度行きましょう。はい。皆さん、違いが分かりましたか？一つ目は行きたいけど行けないとき、二つ目は行きたくないときの断り方です。日本語は声の調子や表情が大切です。皆さんも練習してみてください。それでは皆さん、さようなら。